今週のゲストはシンガーソングライターの宮沢和文さんですよろしくお願いします宮沢さんは1989年にザ・ブームのボーカリストとしてデビューし93年に島歌が大ヒットグループは2014年に解散し現在はシンガーソングライター写真家として活動されていらっしゃいます、えー、そして宮沢、えー、和文さんのソロアルバム とどまらざること川のごとくが5月22日に発売されました3年5ヶ月ぶりとなるそうでご自身としてはやっと完成したという感じでしょうかどうでしょう、えー、そうですねあの全曲作詞作曲が宮沢のものってなりますともっと実は間が空いてましてあ、そうなんですか8年ぐらい実は空いてあ<ー>あカバーだったりは出してたんですけど、はい、ベスト版とか、はい、そういう意味ではあのだいぶ経っ だなとで8曲なんですけれども、はいまあ、一般的には短いっていうか少ないですけどでも一曲一曲はかなりその思いが込められたので、うん、もう結構聞たえはたっぷりあると思います、うん、このオリジナルの5曲このために書かれたんですか。えっか去年の6月ぐらいにですね、うん、もしかしたらあのちょっと体調悪くしてたもんですから、うん、3年間ぐらい。あの 体調も良くなってきてきもしかしたらまた歌手としてやっていけるかもなっていう自覚が去年あってそれでじゃあ曲も作ってみようかなっていうので、うん、集中して作ったんですね。はいあとはその人に提供した曲のセルフカバーとか、ねはい、そうですねはいこのアルバムのまずタイトルからお聞きしたいんですが「はい、とどまらざること川のごとく」ってこれはあれですか現在の心境を表しているわけですか、ね、なんかこんなふうにいきたいなっていう <laughs> あの よくロックだとローリングストーンって言いますよね転がる石の男生きるっていう、まあ、それで最後は砕け散るみたいな、うん、僕は循環したいな <laughs> 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 また山に帰ってきたいなっていうのもあるしあと僕のふるさとの山梨県の,あの武田信玄の風林火山っていうのがあって最後、はいはい、動かざること山のごとくなんですけどああそ,す、ね、それのちょっとあのもじったというかその5番目の川ですかことを考えてみました。はい あの提供された曲をご自身が歌うのがまた違った感触というか、はい、うどうでしたやっぱり人に曲を提供する時はその人の活動とか、えー、気持ちをこうだいぶこう推測して自分なりにこう、うん、なんでしょうねこんな感じじゃないかなっていうのをこう、うん、イメージして作るんですけど、はい、だから完全に自分の歌うものとは一回切り離されるんですけどもなるほどでも時間が経ってそれを聞いたときに、うん、あこれ自分が歌うと。 また違う歌に聞こえるんじゃないかななんてうふうに思うんですよね完全にだからセルフカバーというよりもカバーに近い気持ちですねそれこそタイトルの循環ですねそうですね <laughs> はい、えー。宮沢さんは2016年2月にソロ活動を無期限で休止され 2017年3月から活動再開されたんですけど休止の理由は首の追患版ヘルニア赤そうですねのだましだまし活動してたんですけど、はい、2013年ぐらいにちょっとこれはもう治らないかもなっていう自覚があってですね、はい、それでまあ仕事のペースを落としていたんですけどやっぱり治らなくてで14年にザブームを解散させるんですけどそれも理由の一つで解散しまして。はい その後、まあ、ソロ活動をやれるかなどうかなと思ったんですけどもやっぱり厳しくてですね16年に無、まあ、期限で休止っていうよりはもう本当にあに歌手をやめた宣言というか、はあ、しましてもう,あのこれもう手術も考えたんですけどやっぱ危険っていうことで、えーまあ、じ一生付き合ってかなきゃいけないんだなっていうことで<き>ちょっっとと一回歌手からきっかけは何だったんんですかサッカーとかそういうんじゃないのか歌じゃないですかね歌の歌い方が姿勢が悪いとか。はあ あの精神的なものとかそういう累積の,あの職業病だと思います、ねうん、僕はあのこのライナーノーツ見てい驚いたのは「歌手」っていうタイトルの歌がありますよね。はい、こんなタイトルの歌聞いた見たことないんですけど <laughs> これはどういう歌なんだかちょっといつ頃書かれたのか。 それは1 6年に歌手活動を引退しまして、はいえー、その数ヶ月後に書いたんですね「はい、歌手」っていうタイトルですけども歌詞じゃないっていう内容なんですね。うんはい、でも歌詞じゃないのでいろんなものから解放されてプレッシャー感じることなくこれから生きていけるっていう歌詞を数ヶ月後に書いたんですけども。うんうん 自分ででもちょっと驚いたんですねその発表する機会がないのに何で書いてるんだろうっていう<ー>まあこれはまあ詩人としての何ですかね s a、はい、というか、うん、でしっかりメロディーもこうつけやすいような字数にしてるっていうのもまあ職業不というかなんでしょうね。<laughs> はい、で、まあ、日の目を見ることはないはずだったんですけど、まあ、今回。 久しぶりにアルバムを作ることになったんでじゃあこれもまあその時の自分の心境偽らざる心境なので入れとこうかなという宮沢さんはデビュー30周年、はい、またあら改めていかがですかこの30年振り返ってまあしつこいですけど3年前に引退したつもりでいたので、はい、30周年がくるとはまさかもう思ってないことでしたから何、はいあのー、でしょうまたなんか違う地平に。 来たようなその29年目から30年にこう連続してなるというよりは新しい30年という舞台に立たせて頂い,いているというまあいろんな人の協力とご支援があってそういう場に連れてきてもらえたという実感ですかね。以前2年前に出演いただいた時は、はい、沖縄民謡245曲を収めた CD。うん 沖宮古八重山民謡大全集の,、はい、の歌方をご紹介させていただいたんですけど、ええ、あ,のあのすごい熱い、うん、作品でしたけどあの中で歌方と呼ばれる参加アーティストはえ220名もいるんですか沖縄にもっといるんじゃないですかね1人1曲で録音お願いして、はい、2>, まあ2曲歌ってくれた人もいるのでダブ、はいえー、ってる方もいらっしゃるんですけど、まあ、撮ったのは結構な数。 でしたしそのサポートの人もいますから三振でサポートとか全部入れると結構な数です、ね、まあ沖縄民謡民謡っていうのはその古典音楽と違ってですねあの自己流でいいっていう世界なのです、ねはい、古典音楽っていうのはもう琉球国の頃からの,、はい、あのやり方をずっと守ってらっしゃる音楽なので、はい、変えてはいけないんですけども、うん、民謡その一代限りというかもちろん弟子師匠となるんですけども。 俺はこう歌うっていうのが民謡の素晴らしさなんで、これやっぱ記録しとかないと、逆に古典音楽はもうやられてる方が継承してるんで、僕が手を出すあれはないんですけども、民謡はやっぱ記録しておいて、それが正解じゃないんですね。一代限りどんどん変わってっていいのですし、歌詞もどんどん変わってくるので替え歌で。え、歌詞も変わっていくんですか？歌詞もどんどん自分で。がが楽譜は一個なんですよね。楽譜ってものは便宜的に一回。 記録したわけで、また流行りが変わってくれば変わってきますし、この戦後の70数年でもだいぶ同じ曲が変わっていったりしてますから。まあだからまあある時を記録しておこうっていうのがこのアーカイブ化ですね、うん。うん、はい。あの2年前伺った時は、えっとこのえーまあ CD 全集って言うんですかね。これは発売しないで、沖縄県の中学高校、大学のほか、うん 全世界の沖縄県人会に起動されると、はいえー、伺ってましたけどそ,その後その反響みたいなものがあったら教えていただきたいんですけどえとまあその各図書館がどう活用するかっていうのはあの僕の想像を超えるところがあって例えば CD17 枚組なんですけどね、はい、これをそのままボックスで貸してしまうと2週間図書館になくなってしまうとかいろんな貸し出しをしてみて分かったこともあって。うん えですので一部は保存用にもう一回寄贈し直したりで一部は活用したりまあちょっと手探りな感じがまだあるんですけど最近だっと落ち着いてきてえ沖縄県のメインの図書館も展示のコーナーを作ったりとかですね誰でも視聴できたりとかい,うまあいろんな図書館によって運用が違うみたいですけどもまあでもえぜひうち東京の大学とかうちにも置きたいとかいう声もあってですね えーまあ、その僕が作ったそのブックレット歌詞集、はい、もいろいろ訂正しなきゃならないところもまた見つかってきてるんで、はいうん、それをまあ修正して改訂版をまた寄贈し直すことになると思うんでその時に少し増殺は考えてま,す、うん、まあ歌方といえば宮澤さんが JWAVE でやっている番組が、はい「メッセージ from う方」はい。 えとこれは水曜の深夜2時から放送なんですけど、はい、ここでは沖縄音楽の紹介をやっってらっしゃるんですかあのこのアーカイブの歌方から毎,、えー、毎回2曲ずつどうしてもやっぱり聴きたいっていう方、はい、あの入手したいっていう方の声が多いもんですから、はい、でもまあ売ってはいないので、はい、皆さん聴けませんから、うんえー、番組で、まあ、2, 2曲ずつ聴いていただいてます。はいはい まあ皆さんあの水曜の深夜2時からの放送なんでぜひ聴いてください、はい、あのちょっと驚いたことはその人気で三振のがまあブームになっちゃってその三振の材料になる木が随分あれですかあのなくなっちゃったっていう事象があったんですか国なんですけどはい もともと戦争で焼けてしまったりとかあと取り尽くしてしまったりっていう背景はあるんですけども、うん、まあでも島唄がヒットして三振を買う人が愛好感増えてですね、はい、それでまああの材料が減ったっていう話を聞いて、はい、これは何か手を打たないといけないなという、うん、まあ今ほとんど100%近く輸入なので、はい、もう沖縄で取れませんからそれで植えることを2012年から始めましたね。 でもあれですよね。そう極端、三振になるまで百年、二百年かかるんですか。え、最低百年。<laughs> そんなかかるんですか。まあ本当にいい三振になると四百年ものとかになりますね。な、はい、琉球国の頃の入ってたやつじゃないと、はい、っていうことになります、ね。四百、はいはい、年だとね。まあ毎年その植樹祭式典があって、はいえー、今年は二年に一度のあ音楽祭も、はい、あの開催されるんですか。九、はい、月に行いますね。うん、で、あの。 くるちっていうのはの黒木、はい、要するに黒炭のことなんですけどクす、ねはい、それを沖縄で「くるち」って呼ぶんですけど「くるちの森100年プロジェクト in 読みんっていうところで検索していただいて、うん、フェイスブックをご覧になっていただくとその詳細が分かりますのでぜひチェックしてください。<music> 宮澤さんは昨年からコンサートツアーもいよいよスタートされてるんですが。はい えー、時を泳げ東京公演は7月5日金曜日世田谷区民会館でありますが去年の11月から始まって今年の7月までなんですね、はい、えのんびり回って月に2本とか3本とか、うん、まあ自分の体の無理のないペースでやってるんですけども、うん、この7月5日の世田谷区民会館が、まあ、東京でのファイナルというか、はい、追加公演になります。<ー> まあさらにあのデビュー30周年を記念するコンサートが10月18日金曜日文化村オーチャードホールであります、はいはい、こちらはどのようなコンサートを今えっと今やってるコンサートツアーは本当にミニマルな編成で、はいはい、え一番少ない時3人なんですねピアノとドラムと歌っていうで時々ギターが入ってくれる。んですけど、うん えまあなるべくミニマルで歌そのものを届けようというツアーを今してるんですけどもこの10月はまあお祝いなのでえもう少したくさんメンバー増やして華やかにえやりたいな東京と大阪でやるんですけども今年はアルバムが発売されてコンサートツアーもあって忙しくなりそうですけどでもやっぱり大事なのは自然体ですかそうですねやっぱり川のごとく流れていきたいなと柔らかく。はい